Let's dance to boom! さあ、あのですね、昨日の反省点をいっぱいあの改善しまして、今日あんな感じで大成功に至りました。よかったです。本当にもうね、皆さんのご協力のおかげで、あの輝く時間、ほんの少しでしたけども、あの楽しい時間になりました。皆さんご協力ありがとうございます。レベル高かったですね。迷いました。あ、でも意外と結構3人のジャッジのあのその感じは一緒でしたね。いや、1チームしか上がれないっていうのがちょっとね、あと1チーム行ってほしかったなっていうのはありました。でも当日予選ですからね、しょうがない。なんか当日予選やばかったって噂を。やばかったんですよ。だから、まあ、出れば 1% の可能性はあるとして、まあ、出れなかったら 0% だから、その 1% でかけようということで、ウォーミングアップもしないでポップコーン作ってました。でも今から温めますね、しっかりね。いや、びっくりしたね。いや、でもさっきの予選も周りがめちゃめちゃすごいいいダンスしてたんですけど、そうじゃなくて自分たちが満足できるダンスをできるように頑張ります。今回のネタは1か8か、それにつきます。0か100かですね。1か8かじゃなくて、もうやりきったら OK じゃないかなって感じです。楽しみです。踊るのめっちゃ楽しみ。そして結構頑張りました。いや、コンテスト出るのがもう何年ぶりか、普段出ないんで、めっちゃ楽しみです。取れました。すごい、やっぱコンテストってすごいですね。ちょっともうちょっとね、いや頑張りました。とにかくね、頑張ったよね。楽しかった。コンテストでね、2人で出て、なんかいろいろ感慨深かったです。感慨深かったぜ。憧れだったので。そういうのいらん、そういうのいらん。放送して、そういうのいらん。大リスペクトだったから。昨日の最後の最後まで間違ってました。あ、来た。噂をすれば。どうしたんですか。キング、いいっすね。今年も。皆さん、今日間違わないですか。俺、いや、まあ、なんか間違うっていうよりわけわかんなくなる。多分冷静になって、うん、なんかごちゃごちゃなんじゃないかな、テンション上がり。まあ、その結果、いいんじゃないかな。いいんだ。これ、カット。
最初から最後まで見どころです。もうあの、あ、特に4ですね。4、あの4最後の1分はもうあのグランドフィナーレをあの飾るので本当にそういう説明しかできない。俺らしか優勝ないでしょ。そんな尖った25、6歳の時のマメさんみたいな。俺ら2位だった時にさ、カナエさんの生徒に1位取られてる。ああ、確かに。それは因縁。やばい。やばい。プップップ見てろよ、頑張れよ。魔物はやっぱいるわ。いるいる。でも楽しかったそれは。アクシデントも笑ってた。うわ、すげえ直す。フライトダンス TV。コンテストがたった今終わりました。まあ、一番ね、まあ、大目玉の一番歴史があるコンテスト、チームダンスコンテストだったんですが、まあ、結果も出てて僕も知ってるんですけど、なかなかみんなこう年々思いが溢れてて、すごくステージからこう外にドーンと自分たちの勢いを出そうっていうチームが増えてるなっていう印象で、多分お客さんも盛り上がりがすごく、なんていうのかな、盛り上がりやすいようなネタが多かったんじゃないかなっていう気がします。まあ結果がね、まだ出てないのでみんなドキドキしてるかなと思うんですけど、どうなることやら、乞うご期待です。コンテスト追ってみて。おお、びっくりした。はい。え、なになに、コンテスト追ってみてどうでしょう。コンテストですか。いやなんかなんだろうな、チームダンスって難しいなって改めて思いましたね。なんかその今回でも3人チームなんですけど、2人を見ながら踊ることができたんで、まあ、良かったかなと。まあ、初っ端は僕が間違っちゃって逆に冷静になれた部分もあったんで、抑えなきゃみたいな、いい方に働いてくれてればいいですね。この後結果発表です。お返しします。決勝は正直びっくりしてます。
キッズの頃から憧れてたゆいちゃんとこう、ね、初めてコンテスト出れたこと自体が本当に感慨深い話だったので、もうそれで結果もついてきて、なんかもうちょっとテンパってるんですけど嬉しいです。ありがとうございました。当たり前なんですけど、まあ、そんな安い言葉でね片付けたくないんですけど、なんだろうな、やっぱりねかけてきてるからね、1位じゃないとみんな絶対ダメなんですよ。そうでもね、俺らはハッピーに終わりたい。そうだからね、いや本当に少しでも評価してくれて、それは本当にありがたいことなんで、本当にありがとう。ありがとうございます。ジェミニー、ジェミニー、サミー5000ヤミー、はい、おめでとうございます。こちらのですね、結果をもらえてすごい嬉しいです。でも正直1位を目指して今まで来たので、ちょっと悔しい気持ちもあるんですけど、でも今までで一番楽しく気持ちよくこのステージで踊れて嬉しい、踊れてよかったです。いや僕は今年で44です。で一番下が15、はい、15で優は19で20、24、ずっと僕のレッスン通ってくれて、ずっと一緒に踊ってくれてるからこそ、なんかねなんかねやっぱ勝たせたかったんで、みんなも応援してくれて、結果だけじゃないものがこのコンテストにはあって、それを燃やせたんで、今日最高の日になりました。ありがとうございました。キングダンス祭り、ワッシャー、キングダンス祭り9面白いということで、2日間お疲れ様でした。終わりましたね。今年の祭りもお客さんも演者もみんな大盛り上がりで、2日間無事に終えれたことを本当に感謝いたします。でね、まあいろいろねステージ上では繰り広げられて、ステージ裏でもねいろいろドラマはあるんですけど、ステージ裏で思っている思いと、じゃあいざステージに出ましたっていう時の一歩がちょっと違ったりね、違くて良い場合もあるし、なんかねうわーなんでこうしなかったんだろうみたいなね風に思ってる人も中にはいるんじゃないかなと思いますが、まだ2019年、まだ来年2020年、21年、22年ずっと続ける予定なので、しっかりみんな徐々にでいいね、一歩ずつでいいんで、自分の夢に近づけるように頑張っていただければ、これ幸いかなと思います。キングできる限り続けていくので、皆さんも楽しんで、まあ逆に参加してくれることが僕らの喜びでもあるので、ぜひ皆さん参加していただけたらなと思います。よろしくお願いします。キングダンス祭り9、うわ、しょい、ありがとうございました。楽しかったです、最高です。キングこれからもよろしくお願いします。また来年もよろしくお願いします。絶対挑戦します。取ったぜキング
最高でした。今年もまた来年チャレンジします。